キングプリンスがデビュー6周年を迎える前日、彼らはアンアンの表紙に登場しました。この特別な表紙は彼らのキャリアの節目を祝うと同時に彼らの成長と進化を称えるものでした。この6年間、キングプリンスは常にファンの期待を超えるパフォーマンスと共に存在してきました。彼らの音楽は数々のチャートで首位を獲得し、 彼らのパフォーマンスは常に観客を魅了してきました。しかし、表面上の成功の裏には、数々の挑戦や試練がありました。特に、二人体制からの脱却は彼らにとって大きな転機でした。彼らが表紙に登場する機会を通じて、キングプリンスは彼らのキャリアの一部始終について、率直に語りました。彼らは、二陣体制からの移行が彼らにとって、 どのような意味を持ち、それが彼らの音楽やパフォーマンスにどのように影響を与えたかについて語りました。彼らは、この変化が彼らにとって成長の機会であり、新たな可能性を開くものであったと認めました。また、彼らはファンに対しても感謝の気持ちを述べました。彼らは、ファンのサポートが彼らの活動を支え、彼らの成長を後押ししてくれたことに感謝しています。 そして、今後も、ファンと共に歩んでいくことを約束しました。キングプリンスの表紙登場は、彼らの6周年を祝うだけでなく、彼らのこれまでの童貞を振り返り、彼らがこれから、どのように成長し進化していくかを示すものでした。彼らの未来には、さらなる成功と輝かしい道が待っていることは、間違いありません。 モデルプレスイコール2024年5月13日、キングプリンスが22日発売の雑誌、アンアンマガジンハウス2398号の表紙に登場。ツイン感あふれる世界観を表現している。キングプリンスが22日発売の雑誌、アンアンマガジンハウス2398号の表紙に登場。ツイン感あふれる 世界観を表現している。キングプリンス・リンブ第2幕アにショットグラビア。今号は3ヶ月にわたるスペシャル企画「キングプリンス・リンブロンド」の第2幕夏に向けしなやかな美脚美尻作りのメソッドを紹介する美脚美尻トレ特集の表紙に5月23日にデビュー6周年を迎えそれぞれの主演ドラマの主題歌となる。 ダブル A 面シングル、ハーフムーン、ムーブをリリースする、キングプリンスが登場する。表紙となったカットは、特集にちなんだ、デニムスタイル。色違いのデニムを履き、高橋海人、こうは、正式には、はしご高の方に、長瀬レンガー5を乗せるポーズという、ツインさを感じさせるショットとなった。キングプリンスリンブロンド、4.56月と月に1回。 ソログループの表紙、グラビアを特別な仕掛けと共に届けるグラビアストーリー。高橋のグラビアには長瀬が、長瀬のグラビアには高橋が登場し、すべての世界がつながっていくという同志史上初の試み。巡り巡るリン舞曲のようなファンタジックなグラビア。大イ幕高橋海人長瀬連の出会いからスタート。 キングプリンスリンブロンドの第二幕は、高橋表紙号の第一幕ラストで登場した長瀬との出会いからスタート。黄金のベールがめくられ、どこかの惑星の砂漠のような幻想的な世界で出会う二人の、荘厳な世界が表現されている。続いては、色違いのデニムパンツとノースリーブニットトップスを身に、まとい、ヘルシーで、ファッショナブルな美脚シューティング。ベンチに座って、 互いの足を交差させたり、カメラにキックをしてみたり、スラッと美しい足を持つ二人だからこそ映える美脚ポーズの数々が掲載されている。ラストは、ブラックを基調とした、ジャケットパンツに、防体シャツや T シャツを合わせた、クールな中にやんちゃな要素を潜ませたスタイル。一脚のチェアに高橋が座り、その膝の上に長瀬が座るポーズを交互に行い、 遊び心たっぷりの表情と空気感となった楽しげに話している姿ピースサインをカメラに向けたりと二人のカジュアルで温かい世界観が詰まっているキングプリンス互いへの思い語るインタビューではダブル A 面シングルハーフムーンムーブについてや特集美脚美尻に関して質問理想の足トークでは思わぬ答えも生まれる さらに、デビュー6周年、二人体制になって1年が経ったタイミングということで、互いへのメッセージも、業務連絡から、互いの俳優活動についての思いなど、面と向かってでは伝えづらいようなことも、真摯に答えている。信頼感とこれからの活動への希望をあふれる、言葉の数々が掲載されている。美脚、ビジリットレ特集式さんなおイ 白衣対応らも登場。今後は足とお尻のラインを美しく整えるための厳選メソッドを集めた美脚・美尻トレ特集。短時間でできる美脚美尻トレーニングや土台作りとナルコ関節伸ばし、リンパマッサージなど自宅でできる様々なケア法を紹介している。そして少年忍者の折山直大と関西ジュニアの 白衣太陽の美脚に注目したモードなバディグラビア、モーニング娘。24の牧野マリアが着こなす、美脚ファッションや、自転車競技、トラック短距離の佐藤水菜選手のインタビューも、掲載している。クローズアップには、リリースタイミングのバリスティックボーイズ、そしてアンビシャスが9人全員で登場する。モデルプレス編集部。ノットスポンサード記事、高橋海人、こうは、 正式には、はしご高の方に、長瀬レンガー語を乗せるポーズという、ツインさを感じさせるショットとなった。キングプリンスリンブロンド、4.56月と月に1回、ソログループの表紙、グラビアを、特別な仕掛けとともに届けるグラビアストーリー。高橋のグラビアには長瀬が、長瀬のグラビアには高橋が登場し、すべての世界がつながっていくという同志史上初の、 試みめぐりめぐるリンブ曲のようなファンタジックなグラビア第2幕高橋海人長瀬恋の出会いからスタートキングプリンスリンブロンドの第2幕はまるで夢の中にいるような幻想的な世界へと私たちを誘いますこの第2幕は高橋表紙号の第1幕のラストで登場した長瀬との出会いからスタートしますそして 黄金のベールがめくられるとまるでどこかの遠い惑星の砂漠にいるかのような神秘的な風景が広がりますこの大二幕では観客は二人の出会いによって生まれる荘厳な世界を目撃します長瀬との出会いはまるで運命が絡み合ったかのように美しくその場面はまるで時間が止まったかのような静寂と輝きに包まれています 彼らの姿はまるで星空に浮かぶ二つの輝く星のようであり、その輝きはまさに神々の微笑みであるかのように感じられます。この神秘的な世界では、二人の心が深く結びつき、魂が共鳴し合うような瞬間が生まれます。その瞬間、彼らの間には言葉を超えた深い絆が生まれ、まるで宇宙の法則が二人を引き合わせたかのように感じられます。 彼らの愛はまるで永遠に続く、星々の舞踏のように美しく、その光は周囲を照らし、すべてを包み込みます。そして、この大二幕の中で、長瀬との出会いから始まる物語が展開されます。彼らは、この神秘的な世界で、数々の試練に立ち向かいながらも、その絆を強めていきます。ジには激しい戦いに直面し、 時には深い悲しみに包まれながらも、二人は決して、希望を失うことはありません。彼らの愛はまるで不滅の光のように、闇を照らし、全てを乗り越えていくのです。キングプリンス・リンブロンドの第二幕は、まさに美と奇跡が交差する世界への招待状です。長瀬との出会いから始まる、この物語は、観客に深い感動と喜びを与え、 永遠の愛と希望の力を称える素晴らしい旅へと導いてくれます。美脚を持つ女性たちがファッションの楽しみを探求し魅力を放つ様子が街中でよく見受けられます。その魅力的な世界に一石を投じるべく今シーズン色違いのデニムパンツとノースリーブニットトップスの組み合わせが新たな注目を浴びています。この組み合わせは ヘルシーでありながらもファッショナブルなスタイルを演出し、その美しさはさらに際立ちます。モデルたちは、この新しいファッショントレンドを生かし、カメラの前で自信に満ちたポーズを披露しています。色鮮やかなデニムパンツと、軽やかなノースリーブトップスが、彼女たちの魅力的な足を一層引き立てます。彼女たちはベンチに座り、互いの足を交差させたり、カメラに向かって、 キックをしたりしながら美ししいい足をを見せるポーズを次々と披露していますこのファッショントレンドはシンプルながらも洗練されたスタイルを求める人々の心を掴んでいますデニムパンツのカラーバリエーションは彼女たちの個性を引き立てるだけでなくさまざまなシーンにも対応します一方ノースリーブトップスは夏の暑さをしのぎながらも女性らしい魅力を演出します この記事では美脚を持つ女性たちが色違いのデニムパンツとノースリーブニットトップスを着こなしどのようにファッションを楽しんでいるかを探求しました彼女たちの魅力的なポーズはファッション愛好家にとってインスピレーションの源となることでしょうラストはブラックを基調としたジャケットパンツに防体シャツや T シャツを合わせたクールな中にやんちゃな要素を潜ませたスタイル 一脚のチェアに高橋が座りその膝の上に長瀬が座るポーズを交互に行い遊び心たっぷりの表情と空気感となった楽しげに話している姿ピースサインをカメラに向けたりと2人のカジュアルで温かい世界観が詰まっているキングプリンス互いへの思い語るインタビューでは w メンシングル「ハーフムーン・ムーブ」についてや特集 美脚、美尻に関して質問。理想の足トークでは、思わぬ答えも生まれる。さらに、デビュー6周年、に人体制になって1年が経ったタイミングということで、互いへのメッセージも、業務連絡から、互いの俳優活動についての思いなど、面と向かってでは伝えづらいようなことも、真摯に答えている。信頼感とこれからの活動への希望をあふれる。 言葉の数々が掲載されている。美脚、美尻トレ特集式さんナなおイ白衣対応らも登場。今後は足とお尻のラインを美しく整えるための厳選メソッドを集めた美脚、美尻トレ特集。短時間でできる美脚美尻トレーニングや土台作りとナルコ関節伸ばしリンパマッサージなど自宅でできる。 さまざまなケア法を紹介している。そして、少年忍者の折山直大と関西ジュニアの、白衣太陽の美脚に注目したモードなバディグラビア、モーニング娘。24の牧野マリアが着こなす、美脚ファッションや、自転車競技、トラック短距離の佐藤水菜選手のインタビューも、掲載している。